ノルトハウゼンにあるキュッツインクの記念碑、フリードリヒト・ラウゴット・キュッツインクは、ドイツの植物学者である。ソウル医学の分野で重要な貢献をした。チューリンゲン州のリッテブルクに生まれた。薬剤師として、薬学を学んだ後、ハレ大学のシュバイガー・ザイデルの薬学の研究室の助手となり、自然科学を学び、アドリア海沿岸、ダルマチア、イタリア、 アルプス山脈の植物調査旅行を行った。1838年にノルトハウゼンの中学の理科教師になり、その職を1883年まで続けた。1837年にギーセン大学から名誉博士号を受け、1843年に教授の称号を得た。1842年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれた。 高等教育はほとんど受けなかったにもかかわらず、草類学などの分野で多くの業績を上げた。1849年の著作、草類の種スピーシスアルグラムでは、それまで知られていたすべての種が含まれていた。その他の著作としては2000点の彩色図版をつけた20巻の草類図鑑やシノプシスダイアターミラム、ファイヒャラジアジェンラリス、オーダーアナトミエ、 フィスヨラジウントシストムクーンデイデアタンゲ、ダイキーソウルシャリジェンベチロリンウォーダージアトメーン、ファイヒャラジアジャーマニカ、アルジアクイーデュリキス、ダイナッチリセンシャフトンインデンシュランオストビホーデラーで、クリストリションヒューミニズマス、グランズジアデアフィロスサーフィスケンベタニックがある。自然哲学の著書においては、自然発生説の擁護者であった。工房の研究も行い、1837年に、 アルコール発酵における酵母の役割の重要性を実証した。これはカニャールドラツールやテオドールシュアンも別々にほぼ同時期に証明された。KTZ は植物の学名で命名者を示す場合にフリードリヒトラウゴットキュッツインクを示すのに使われる。ありがとうございます。